外に久保優也合わせていきました。さあ、あとはこのコーナーキック、まず集中したいですね、ここは。一度は止めました二度止めた。しかし三度目が止めることができませんでした。さあこれで振り出し、低いボールでねバウンドしたんですよ。最後のここね引き入ってんだけどな。マクシビキも反応していたんですけれどもね、2回目の反応でねジャンプをして下にねついちゃったじゃないですか、はい、これで遅れちゃったんだよね。まあでもしょうがないな。さあこれでゲームは振り出し。松木さん、ここからですね、日本はどう戦うか。そうですね、やっぱりね、だからこのぐっちゃぐちゃの方がね、はい、嫌なんですよね。単純にやってくるのは嫌ですね、はい、ます。ここで試合を決めることができるか日本。一発シュートを打ってね、浅野前を向いた、キープした南野、打てるか、クロスが上げた、ゴールキーパー弾いた、よしよしシュート、残り時間がオリンピックに向けた時間になります。あと何分だおい。イラクはもうパワープレイ、前線にロングボールをシンプルに蹴ってきます。不用意なファールは避けたい日本、ね、あおいおい、が顔を蹴られました。日本ボールのファールになります。もうここはただ相手のラフプレーにまずか付き合ってはいけませんよ ね、 いやそうですね、もうイエローカードが出ます、はい、言葉も含めてね、はい、あれですよ。ディフェンダー4番のムスタファにイエローカードが出ます。遠藤豊川が呼ばれた、豊川が呼ばれましたね、はい、いいですね。日本はまだ1枚交代のカードを残しています。後半のアディショナルタイム、日本に原川が得点をもたらしてくれました。オリンピックへの思いを込めたゴールがイラクのゴールネットを揺らしました。さあ日本ここで10番の中島に変えて14番、準々決勝のイラン戦先制ゴールを奪った豊川を投入します。いや10番の中島も今日前線で松木さん起点を何度も作ってくれましたね。本当にね、はい、もう本当に今までのゲームでもね本当に活躍してますよ。いやしかしさっきのこの原川これはもうしかももういいコースでよ、ああこれもう日本のサポーターたちも大喜びですよね。まだ試合終わってみません。ここですよ、ここからですよ、はい、ここから集中して守っていきたい日本。あと何分だ、あと何分。対角線にクロスを入れてきますイラク、もう時間じゃないかおい。勝てばオリンピック出場が決まります。ほら試合終了、オリンピックの出場権、そして
が真っ赤です。思いがあります。主将としてキャプテンとして左サイドバックの山中も泣いています。とにかくこの世代は世界で戦う権利すらつかめなかった世代です。今まで20歳以下のワールドカップ準々決勝でイラクの前に敗れてきました。世界の前に立ちはだかっていたそのイラクを打ち破って見事に世界への切符を手に入れました。